はい、こんにちは。日本改革党、くつざわです。ゆり様、ご支援とお手紙ありがとうございました。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。河野太郎に訴えられましたをですね、Google 広告しております。100万円3ヶ月で100万円っていうコースを選びました。これ買ってもらえなくてもですね、河野太郎に訴えられましたっていうこう表示があちこちそちこちでこう目にすると、河野って誰が訴えてるのってことになって、河野太郎を追い詰められるんじゃないかと思って、Google さんに100万円お支払い、いたしております。まあ、100万円分その広告したっていう、ことですね。そういうのの出費もありまして、ご支援はありがたいであります。チャンネル登録よろしくお願いいたします。福岡で、メール党員限定懇親会やろうかな、昨日言ったらですね、多くの方に、そうなったら行くっていうコメントいただいたんで開催することにいたしました。12月東京で1月福岡、ですかね、北海道とかは真夏とかに、行こうかなーってちょっと思っております。あと名古屋、仙台、北海道かな、飛行機とか、新幹線で2時間ぐらいの距離だそうなんで、まあ考えております。佐高誠、東北公益文化大学客員教授と前田明、東京造形大名誉教授が国会内で記者会見、杉田水脈に議員の資格なし、人権侵害の常習犯、議員になる資格はない、さまざまな被害者を生み出してきた、社会への悪影響は計り知れない、差別か反差別かは選挙の争点、杉田を公認する自民党は差別政党、まあ言いたい放題ですね。杉田さんのアイヌと在日と、LGBT の論評したのは差別だっていうことらしいんですけど、それを杉田さんストーカーの共同通信が報道すると、まあ寄ってたかって嫌がらせ、論より大声嫌がらせの、パヨのまあ上等手段ですね。なんか写真見るとおじいちゃん二人が座ってボソボソ喋ってるようにしか見えないんですけど、いいね、パヨ界隈は、こんなんでも共同通信に報道してもらえるんだからいいね。それに対して、杉田水脈さん、でもあんたら自民党には絶対投票しないよね、ところでその会議室予約したの誰ですかと反論、世論です。パヨチンはどんだけ杉田さんが怖いのよ、マジで誰が会議室予約したの、まだ議員会館がーでいけると思ってんだね、令和の議員かな、なんとか活躍の場を見つけてほしいもんだな。佐竹、誠、こいつこそ日本人レーシストじゃんか、佐竹とゲルが仲良しだっつー、部屋取ったのゲル周辺かも、共同通信の杉田さん叩きは異常、共同が正論でボコボコになってるだけやん、こういう低部レベルで陰湿な嫌がらせに負けないでいただきたい、本当のことを言ったら発狂、最悪です。心配いらない、あいつら選挙権ないからパヨ会話ですかね。まあ、要するに自民党は杉田を公認すんなって記者会見だったようですけれども、残念、杉田さん参院にくら替えでした。全くの無駄打ちになっちゃいましたね。だってお前ら自民党には絶対投票しないじゃん、その通り、それが分かっておらずマスゴミ世論に右往左往するのが岸田と石破ですよね。パヨの批判は提言じゃなくてですね、攻撃だってこと全然分かってない頭の悪さ。杉田さんは分かってるから、お前ら投票しねえじゃんか、敵じゃんか、言ってるんですよね。共同通信独占報道なんで、共同通信が杉田さん憎しでパヨジジイ2人にやらした可能性すらありますね、これ。国会の一室を使用できるのは議員が予約した場合なんで、協力した議員が、おりますね。誰が予約したは、この議員を炙り出したいんでしょうね。まあ、調べればすぐわかるけれども。そうなんだよ。パヨの批判は、提言じゃなくて、攻撃なんだから、気にしなくていいんだよ。わかってない人多いんですけど、わかってない議員ね、多いんですけど、無視すりゃいいんだよ。むしろ、攻撃は、目立ってきたな。嬉しいな。っていう風に、
書き換えてですね、まあ、杉田さんは分かってますから、パヨの批判は攻撃である分かってますから、安心ですね。石破総裁、不記載議員の公認どうする？森山幹事長、公認でいいのでは？小泉進次郎、選対本部長、ダメです。3人で会議して12人を非公認にしました。小泉進次郎、収支報告書虚偽記載で告発。2022年の自民党神奈川県支部連合会が各支部にですね、合計690万円配布したのが支出を掲載してなかった。プラスパーティー収入40万円を記載してなかった、当時は進次郎が代表で虚偽記載は進次郎の同意なしにはできない行為だそうであります。世論です。セクシー裏がね唯一の取り柄だったのにおぼろげながら浮かんできたんですよ。698万という数字が、これは自分から公認降りなきゃ嘘だな。総裁選で唯一クリーンなやつじゃなかったの？こいつ非公認しても余裕で当選するから意味ない。これで公認したら非公認の議員たちが黙ってないだろう。支出を不記載って何のためにしたのかな。普通支出は不記載にしたくないんじゃないかな。入りは不記載にしたくてもさ、各支部に金配るけど書くなよ、各支部の収支には、って言い忘れてバレたんですかね。額は小さくないが40万の入りを不記載はダメですよね。裏金選対、本部長で選挙に突入するんですかね。不記載、選対本部長で、それとも選対本部長なのに非公認っていうギャグかましてくれんのかな。告発されたというニュースだが、どんな告発状でも、警察は受け取るだけは受け取ります。それ見て捜査するかどうかはまた別の話でね、選挙終わるまではこれの続報出ないかもしれないですね。でそれどころかもう二度とこれの続報出ないかもしれないですね。11日辺野古基地工事警備員死亡事件の現場映像を沖縄県土木環境委員会が検証。オール沖縄議員なんと委員会欠席&委員長不信任案提出。都合悪いんでこれ委員会自体を潰す気ですねこれ。世論です。沖縄めちゃくちゃだな。さすがにひどすぎた話なら、よほど都合が悪いようだな。都合が悪いと欠席かよ。幼稚だな。現実を見たくない議員がいるの。事実陳列罪による逆切れ。左翼が隠蔽してた事実はモザイクでいいから公開するべき。世間に公表しろよ。YouTube でもニコニコ動画でも。警備員遺族から公開してって声があってもいいと思うが、パヨ、私は一切悪くない。勝手に死んだ。後々ね、後々、詰められた時にですね、私見てないんでーって逃げるために欠席したんでしょうね。卑怯卑劣、卑怯卑劣。他の議員は見たからそれをもとにですね、議論を進められると困っから、委員長不信任案提出で委員会ごと潰そうとしていると。パヨの脅迫で遺族は声上げられないんじゃないのかな。警官にもですね、お前んち知ってるぞって食ってかかってたし、一般人にやらないわけもないですね。本当は最低だ、最悪って。早く日本からデトックスしたいですね。人気漫画王様ランキングの作者東岡宗介さん49歳をネトウヨと書き込んだ香川県の無職女30歳を名誉毀損で書類送検。ネトウヨって言葉そんな扱いになってんの？私しょっちゅう言われても何も感じねえけどな。世論です。その程度でネトウヨとは、ネトウヨって言うと誹謗中傷になるのか。かの国を放出をさせる表現がヘイトを買っているようだね。無職で名前が出ないパヨオブラさんの国籍は、後書きで誹謗中傷に泣き寝入りしないみたいなことを書いてたぞ。周りすべてがネトウヨ、民事じゃなくて刑事か、こりゃすごい。刑事なのか、すごいな。ネトウヨ以外にも、生じ性愛者、盗作その他、人格攻撃と手広く執拗に攻撃しさみたいであります。民事じゃなくて刑事の名誉毀損ってよっぽどですもんね。河野一族中京の犬って書いても刑事にはならないんだよな。刑事の名誉毀損にはならないんだよな。私訴えられてるのは民事の名誉毀損ですから。漫画内にですね、亡国を彷彿させる表現があったらしいんで、まああれでしょうね、西台湾国か北朝鮮国のことかな。自分の国を愛する無職30女がたぎってしまったのかな。こいつの国籍知りたいわ。
靴座はネットなんて言われてもそうだけどネット以外でも活動してっけどってしか思わないですけど、ネットって単語がそんなことになってるとは知りませんでしたわ。ネットウイを使用禁止になったら異論は何でもかんでもネットウイを呼ばわりして封じ込めた気になってるパヨの皆さんは大困りでしょうね。あいつらあの靴座はネットウイをつって安心して買った気でいいからね。でこっちなんて思ってんの。オバマ元大統領が演説、黒人男性が女性が大統領になることに賛同できず別な選択肢に飛びつくのは受け入れられない、黒人男性のトランプ支持を許さないって言ってるけどこれ大丈夫なの、白人に対しては白人が黒人大統領を許さないっつってトランプに行くのは許さないって言うつもりなんだろうね、世論です。それって差別では、これこそ差別というもの。黒人はこうしなければいけないって決めつけ、自分がやばい発言してる自覚ないのかな。黒人には自由な投票認めないってこと、やべえやつ。黒人には思想信条の自由はないと黒人の元大統領自ら高らかに宣言。黒人だからって黒人候補に投票しろって、それこそ思想の弾圧だろう。ポリコレの親分さんは言うことが違いますな。ハリスそんなにやばいんか、女版鳩山幸男らしい。こりゃひどいな、こりゃ大した大変だな、安倍総理の靖国参拝にですね、いかんとか言って水差したのオバマ政権じゃなかったっけ。さすがポリコレの親玉、ナチュラルに差別かましてくれますね。トランプ集会に来てた黒人男性、トランプ大統領になって職を得た、それが全てだって言ってたぞ、黒人男性がハリスを支持しないのは女性差別だ、だから黒人男性はハリスを支持しないといけないんだって論法なんだろうけど、完全に武器が女っていうことしかなくて笑いますね。結果的に黒人男性の思想信条の自由は認めないって言ってるしね。オバマがこんなやべえやつとは知りませんでしたわ。なんかいつもニコニコしてんのが韓国の文大統領に似てますね。ニヤ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 いつもあの感じ、ノーベル財団、長年にわたり被爆の実相を伝え、核兵器廃絶を世界に訴える活動を続けてきた功績を表し、日本原水爆被害者団体協議会被団協というらしいですに平和賞を授与、実はこの団体ですね、日本共産党のソ連の核は綺麗な核発言に反発し原水爆禁止協議会原水金から分裂した団体だったそうであります。世論です。なんだまともな団体だったのか。ノーベル財団はそれは分かってるんだな。どこにも媚びない団体か、よく調べてんな。他の団体めっちゃ嫉妬しとるやろうな。共産党と対立してたってのも受賞理由だろう。共産党さんそんなこと言ってないよね、がっつり言ってるんだよな。共産党が否定されてて爆笑、共産党が分け前よこせって言ってきそう。共産党に平和賞とかギャグかな。中国とソ連の核兵器は自衛用って言ってた、ほら共産党なんか言えよと。ロシアもイスラエルも核兵器使えそうなご時世なんてこその、受賞でしょうね。がっつり政治利用されてるが、まあそういうものなんでね、共産党田村智子委員長、核脅威が強まる下でノーベル平和賞、日本被団協が受賞、涙が出そうです。早速すり寄って一丁紙しようとしているが、いやいやあんたら関係ないからね、あんたらが嫌いで誕生した団体だから、共産党と関係している団体は否定されて跳ねられたんだから、浅ましく分け前にありつこうだなんて思ってんじゃねえよって、浅ましいな、今日の単身です。アメリカペンシルバニア大研究、人口1人当たりの生産率は低い日本だが労働者1人当たりの経済成長率はアメリカより高かったと、リーマンショック後の19年間平均の、経済成長率労働者1人当たりが 1.49% でアメリカの 1.34% を上回った、これ働いてる人の比率少ない、働いてないニートや高齢者が多いって記事じゃないのかなってちょっと思ったんですけどね。まあニートさんはですね、働かずに生きていける現代の貴族であるので、まあそうしていられる間はそうしていればいいと思います。そうしていられる間は、働かそうとしたって働かないだろうからね。
中国共産党、台湾はこれまで一度も国として存在したことがなく、これからも国になれないと発表。むしろ台湾が中国領土になったことなど一度もないんですけど、まあどうせ何言っても理解しないんでしょうけど、国じゃないって表明しても台湾政府発行のパスポートでどこでも行けねえよね。台湾政府は独自で外交もしてるよね。まあ中共がそう思いたいならそう思ってればいいよ。カナダ医師会士、CMAJ カナダメディカルなんとかかな、心肺停止状態で搬送され生きて退院できた割合は 1,2 回在住で 4.2%、 16回以上で 0.9%、 25回以上で 0%、 25回以上で心臓発作で倒れるとほぼ帰還できないっていう、タワマン高齢化済みは、タワマン高層階済みは心臓病の死亡率が上がるって聞いた時にですね、気圧が低くて酸素薄いせいかなって思ったんですけど、単純にですね救急搬送に時間がかかるのが原因みたいであります。だからエレベーターでまあね、30回も40回も50回も行くまでが時間かかる、下ってくるのも時間かかるっていうことらしい。私腹が弱いんで高速回無理ですね。トイレ間に合わねえもん。しょっちゅうですね、あれですね、何ですか、トイレに駆け込みたくて駆け込みギリギリで帰ってくることが私多いんで無理ですね高層階は。というわけで、大阪メール党員限定懇親会、福岡メール党員限定懇親会、東京メール党員限定懇親会、お楽しみになさっててください。よろしくお願いします。デトックスジャパン。